構すごいですね。150分までは無料なんや。へー、それであれですよ、お客様用に来てるんですよね。へー、全5階建てなんですね、すごいな。へー、で深川とかなんかいろいろありますね。へー、2000円ぐらいね。はいはい、あ、こっちにも、あ、でもここは上限はないんだ。60分100円で、へー、夜は300円、面白いですね。あ、じゃあ、まあ、内藤系のところ繁華街にはなってないんだ。へー、これで、あ、これ小木町って読むんや。へー、コギな、あ、あのコギの里のコギ、あれでもあのコギの木ってこの木でしたっけ。あ、そっか、コギ町か。へー、へー、あ、居酒屋とかはあった感じですけどね。すごいな。あ、焼肉屋さんとかもあるし。あれか、反対側の方行った方がいいのはいいのか。ジョイナス、へえ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 、こんな感じなんですね。ちょっと食えるところが見当たらんけど、どうしような。せっかくやで市役所の方までちょっと歩いてってみましょうか。ね、ああ、おかべん屋さんがあるのか。そこから行ったら良さそうですね。ちょっと裏道みたいなところですけど、お、あれは伝説の二扉車じゃないですか。ロングシートが凄まじく長いですからね。ちょっとチラッと撮った画像をね、出しときますけど、これは長いですよ。車体の全部がロングシートですからね。で、その奥に見えてるのが三島鉄道の踏切ですね。こっちはこっちで、これも普通ナンバー駅ですね。普通は4扉車ですよね。扉と扉のあれが全部ロングシートですからね。これはエグいんです。すごいですよね。この前乗りましたけど、あ、これで海塚なんだ。これで海塚ってね、渡ったらちょうど海塚なんですね。で、ですからこの辺りで探しとれば、その昔の海塚駅があったところら辺がそんなに遠くないはずなんですよ、ここからね。あ、これか、ここだ。ここが多分旧海塚駅のところかな。こんな感じでカーブのところですけど、わー、
本当だ、こんなところに。電車を見送ろう。どっちだろう。入ってくるかな。このカーブ感だと来る直前までわからんな。こんな端っこのところにゼロって書いてるのがありますけど、今ここが起点になってるんですよね。普通は起点って駅のところにあるんやけど、なぜかこんなところに起点があるって、なんでかっていうと、ここにもともとは始発の駅があって、それが海塚駅だったらしいですね。で、利便性を図るのに、まあ、向こうまでちょっと南海のところまで延伸して、今の貝塚駅ができて、海塚駅はなくなったらしいですね。こんな狭いところに、でもあちょっとだけ確かにホーム作れるぐらいのスペースはありますけどね。そんな構造だったんですね。面白いですよね。カーブのところですか、きっとホームの隙間すごかったと思いますけどね。で、車両の通行はできない感じらしいですけど、まあ歩きですからね。へー、ゼロキロポストも入りましたよ。よしよしよし。